ご覧いただきありがとうございます。将棋の時計店高田です。よろしくお願いします。今回の動画は鳥チームについてご紹介させていただきたいと思います。最後までゆっくりご覧くださいませ。よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画は鳥チームについてお届けしたいと思います。鳥チームとは何ぞやと言いますと、よくミリタリーウォッチで使われる機能なんですが、基本的にですね、昔のミリタリーウォッチっていうのはこう暗いところで、暗いところでといいますか、早朝であったり夜中であったりとか、軍の作戦なんかがあるんですけれども、やはりその時に時計が見えないとお話にならないと、といいますか、こう皆さんね、こう秒針とか合わせて同じ時間帯を見ながら作業を進めるわけですけれども、その時にやっぱり時計が見えないっていうのでお話にならないということで、開発されたのが時計のこのチッコーといいますか、文字盤をまず明るく見せる技術ですね。だいたい有名なのがこうルミドバといいまして、よくこういうふうに使われているモデルです。これちらなんかはチッコーの文字盤になってまして、明るいところで光を蓄えて暗いところで照らすという機能になっているんですけれども、これのネックはですね、どうしても時間が経つごとに光が減少していくということなんです。つまり暗いところで実測というか、実際測ってみたところ、だいたいね、真っ暗闇で2時間もいれば、およそこう人の目で観測できるぐらいの光っていうのは消えてしまいます。なのでそうなってしまうと、例えば夜間の車の運転なんかね、こういうことをするとほぼほぼもう光なんていうのは見えなくなってしまうんですけれども、今回ご紹介するトリチウムというのはもうそういう条件関係なしに光を発信してくれるものになります。ではそちらのモデルを見てみましょう。はい、こちらはですね、ロシアウォッチ、ボストークヨーロッパのアンチャールなんですけれども、こちらはですね、トリチウムが内蔵された時計となります。どこに内蔵されているかというと、ちょっと分かりづらいんですが、こちらのですね、バーのように見える部分ですね、この細い棒のような、こちらは実はトリチウムを内蔵したガスチューブ、よくトリガーライトなんて呼ばれたりするんですけれども、こちらから光を発光してます。というか今も実際発光してるんですけれども、実際肉眼では明るいところで全く見えません。なのでちょっと今回はオーバーにといいますか、分かりやすく表現するためにライトを当ててみたいと思います。こちらですね、ちょっとブラックライトを使っているので、だいたいオーバーに出ているんですが、こういうふうにするとどこの部分にトリチウム使われているのかすぐ分かります。この文字盤のインデックスのところはしっかり、あとは針ですね。ちなみにこのベゼルのところだけ違います。こちらはですね、普通のチッコールミノバー使われてますので、基本光る色はちょっとこのブラックライトを当てると違います。真っ暗闇で見るとこのトリガーライトっていうのはこういうふうに緑とか黄色とかいろいろカラフルに光るんですが、これはですね、そのものによって色を発光する色っていうのは異なってきます。基本的に一番視認が強いのは緑と言われているので、やっぱりこういうふうに少し画面通して見ると分かりづらいかと思いますけども、だいたい緑が強く発光してくれます。でこちらは今はちょっと光を当てたんですが、光がなくてもずっと光っていると。これをすることによって、例えば先ほどの説明であった車の中で、車で長距離しばらく運転したところで光が消えることはなく、真っ暗闇の中でしばらく時間が経って時計を見てもきちんと時計が光っていると、そういう機能になりますね。から次にご紹介するのが、このトリチウムの生みの親と言ってもおかしくないトレーサーですね。もともとはですね、90年代の湾岸戦争なんかにも活躍したブランドで、こういう機能が後のトリチウムガスライトとなって世に出たんですけれども、ちなみにこのトレーサーについてなんですが、ストッカー&エル社っていうのがもともとアメリカで有名な会社でミリタリーウォッチがありまして、それがトリチウムをつけたトリチウムガスライトを搭載した時計として有名なんですが、そちらがですね、ブランドは消滅しまして、それを買い取ったのがこのトレーサーなんですね。ちなみにトレーサーに供給されているこのトリチウムなんですけれども、MB マイクロテック社というスイスの会社が作っているんですが、そのブラン会社が作ったブランドがトレーサーという、いわゆるこれが本家本元と言われるタイプですね。
これちょっと奥にくぼんだ形になっています。なぜくぼんだ形になっているかというと、作戦中にですね、あまりに時計といいますか、このルミノバトリチウムが明るくて敵兵に見つかってしまったという経緯から、少し引っ込んだところにこのトリチウムが配置されるようになっています。で、違うタイプではこちらですね。こちらなんかかなり面白いんですかね。先ほどと同じボストークヨーロッパですね。はい、こちらのモデルなんですけど、もうすでにお分かりかと思いますが、実はトリチウムが縦なんですね。なので真正面から見るとドットに見えるんですが、ちょっと実際見てみましょう。こう見るとですね、トリチウムのそのトリガーライトの形っていうのがくっきり分かりますね。まるで文字盤にこう刺さっているかのようにまっすぐ立ててます。こうすることによって斜めから見るとね、もうすごく面白い描写になりまして、こんな感じですね。なんか今までの時計にないような新しいデザインといいますかね、他にはない面白いモデルです。こちらルノホートというシリーズですね。もともとですね、このトリチウムっていうのは実際文字盤に直接塗られてました。で、塗り込んでたんですけれども、それではやっぱりこう放射性物質であるので、人体にちょっと被曝とかの影響があるということで、こちらその人体に影響のない基準でこのトリチウムガスライトチューブが開発されたんですけれども、大体日本に入る時計というのはこの基準があります。これもちょっとね、見にくいかもしれませんがね、文字盤にこの辺りにですね T25 というふうに書かれています。この T25 と書かれているモデルに関しては日本の基準を満たしているので、日本に輸入されても全く問題がない商品になるんですね。ただこれを書かれていないモデルというのは規格をパスしていない可能性が大変高いと言いますか、まあ、多分パスしていれば、はい、普通記入されているので、おそらくこの基準を満たしていない時計ということで、持っていたらいけないものとなります。まあ、例えば、ね、最悪の場合被爆するなんてこともあるんですけれども、よくね、アンティークの時計なんかでこれが満たされてないまま日本にそのまま税関通って入ったりしてるんですが、実際のところですね、それ持ち歩けると多分危ないです。やっぱり昔は基準がなかったんですけれども、今はちゃんとした基準があるので、そちらはね、ぜひもし何かの表紙でこうアンティークとか、まあ、ちょっと中古でもいいので、その昔のミリタリーウォッチなんか手にして、これトリチウムですごく明るいなんていう歌い文句を勧められたりしたら、文字盤は絶対見た方がいいですね。その T25 をクリアしてない時計の場合、やっぱり最悪を、ね、自分だけでなく他人にまで迷惑をかけることになりますので、そちらをご注意していただければと思います。はい、で、まあ、ルミノバよりもね、やっぱりトリチウムは条件関係なしにずっと光り続けると。で、一応10年持つとは言われているんですが、正直ね、当店にあるサンプルでも4年、5年、6年とあるんですが、全部全く変わりません、新品当初と。なので、まあ、多分10年以上持つんじゃないかなと思いますけど、いきなり、まあ、電池のようにこうピタッと消えるわけではなくて、徐々にこう明るさが下がっていくっていう感じかなとは思ってるんですけども、まあ、今のところほとんど例がないぐらいですので、ぜひぜひ便利なトリチウムを活用いただけると思います。それでは本日の動画はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。